どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、翔吾さんはドッグトレーナーになって悩みってありますか？はい、ありがとうございます。ドッグトレーナーになってからの悩みですね、いくつかあったりするんですけども、まずね、一つ目としては、お客様の中だと早期解決を望むから、やっぱり何々させないでほしいっていうね、質問がすごい多いね。でこれしょうがないんじゃないかなと思っていて、私もそうだけど、生活で困った時ってどうにかしてよっていうので、特にドッグトレーナーってそういう立ち位置だよねって思っちゃうことが多いんだけども、でも特にね、子犬の問題行動に関してはどちらかっていうと、ワンちゃんたちが人との生活の中で何か困ってるっていうことで起きてることが多いんじゃないかなと思っていて、でこれが本当にね、人を助けるのが先か犬を助けるのが先かじゃないけども、ここ非常に難しいところで、毎回私もね悩むんですよね。なので、これね、本当にね、子犬ちゃんを来た時にやっぱりどれだけ構ってあげるとか、その時間をたくさん取らなきゃいけないとか、理解して迎えるかって、これすごい大切で、どうしてもね、今すぐこうしたいんですって言ってもそうできないことの方が多いんじゃないかなって私は思っていて、なので本当にね、管理さん困ってますっていうのも分かるんだけども、まず第一に私の中でもすごい難しいなと思うのが、時間がないから接する時間が少なくなっちゃって、なんとかしてしてほしいっていうね、悩みで来るわけですね。でもなんとかしてほしいっていう悩みで来たのに、時間を作ってくださいっていうところを、まず最初にこう作んなきゃいけないよねっていうところで、今できませんの部分の、ワンちゃんじゃなくて人の部分を何かできるようにしていかないといけないよねっていうところは非常に大きくて、やっぱりそこが中心で問題が起きちゃってることが多いんですよね。なので一つがやっぱりワンちゃんのために時間を作ってくださいっていうのが、時間ができなくて、で問題が発生しちゃってて困ってるっていう方と、どうしても悩みと我々側のこのアプローチが分かってもらうのにすごい時間がかかるっていうのがあって、これは私もね、すごいね、悩むところ、悩む部分っていうのはあるんじゃないかなって思っております。なのでここの場所でもね、ちょっとお話ししておきたいのが、やっぱ生き物を迎えるってどういうことかなっていうのは、改めて考えておかなきゃいけないことになるんじゃないかなと思っていて、やっぱり環境的にはどうしても無理なことってあったりするんですよ。人間の子供でも一緒だと思うんですけども、全く一緒にいれませんってなっちゃったら、難しいよねっていうのはもうしょうがなくて、どうしたらいいですかの大半っていうのは、やっぱり時間を作ってあげて、コミュニケーション取ってあげて、で私たちもそのコミュニケーションで何をしたらいいかっていうところの話になってくるから、主にはやっぱりコミュニケーションの改善だったりとか、あとは家庭環境の改善だったりとか、その中にそれを支えるためにトレーニングってあるものであって、しつけしました、トレーニングしました、だから良くなりますよっていうものじゃないんですよっていうのが、なかなか難しいところなんじゃないかなと思っていて、特にね、やっぱりワンちゃんたちももうすでに何か起きちゃってるってなってくると、飼い主さんたちもとにかくこれを何とかしないと、とにかく時間も作れないし練習もできないよねってなっちゃうと、さあ果たしてこれはね、どっちが先かみたいな話になっちゃうと思うんですよね。なのでここは私もね、すごいね、こうなんだろう、心苦しいっていうか、お客様の気持ちもね、非常にわかるので、ね、何とかしたいってなってしまうのもわかるんですけども、ぜひね、ワンちゃん迎える時には、特にね、子犬パピーの時期ですね、この時期っていうのは本当にどれだけ時間を作れたかで、本当にね、ワンちゃんの一生が変わってきてしまう、左右されちゃうことが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもですね、ワンちゃん迎える時に、可愛いからね、どうしてもね、ちょっとこう釣られちゃうってあるんですけども、衝動買いはもちろんですけども、結構いけるかなと思って買うってなってくると、いけなかったっていう時は非常に大変なので、まずは飼う前にですね、本当にしっかりね、まずはその動物のことを知ってもらって、で私たちの生活と照らし合わせてみて、本当に飼えるかなっていうのをきちんとね、見てあげた上で、あとはお仕事だったりとか家庭の都合とかで、本当にね、ワンちゃんを飼うことができるかなっていうところも検討していただいた上でね、飼っていただけたら、違ったなも減ってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひそんな風にしていただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、私もね、やっぱり一番大事なところって、時間を作る、その子のためにどれだけ何かね、私たちをできるかっていうのが大事だよねと思いつつ、でもしつけやトレーニングに通う方のほとんどっていうのが、やっぱりそこをなかなか時間が取れないから、短縮してワンちゃんに何か教えたいみたいなことが多いんじゃないかなと思いますので、なかなかね、両立って難しかったりするんですけども、ただ最初の1年間本当に時間取ってあげて、一生懸命やってあげると、お互いの生活ってね、かなりね、違ってくるんじゃないかなと思いますので、まずはですね、時間を作ってワンちゃんに付き合ってあげてみてはいかがでしょうか。